飯のお時間ですね。
であれば空港で食った飯なんか全然美味しい。多分ヨーグルトですね、これ多分ヨーグルトですね。はい、ビンゴ、ヨーグルトなんですけど、これが分かんないんですよ、これなんすかね。開けてみましょう。ザーサイ、ザーサイです。これザーサイ。ザーサイです。ザーサイ。ザーサイですね。やっぱこう日本の食文化に入り込んでる中華。食べ慣れてる。あ、美味しい。あまりこれね、あの焼きそば美味しくないんですよ。だからこれをザーサイと混ぜてご飯とさらに混ぜるという作戦で入れようかなと。うん、うん、だいぶ食えるな。完全にやっぱ僕を見て日本人だと思ってないですね。中国人はめぐられましたね。全然やん。メニューは残忍とも美味しいです。よ、意外と機内食は飛行機はボロいですけど、でもまあテレビもちゃんと一個一個ついてますし、変な飛行機よりかは全然いいですね。大きな方はエアバス350ですね。もうプレーンヨーグルトです。美味しいです。ストローでいくんですね、これ。ストローって言ったんですけど、なるほど。ごちそうさまでしたと。あれですね。世界のラーメンを食すではないんですが、なんでしょうね、機内食レベルでいうと 2.5 ぐらいです。星 2.5 ぐらい。めっちゃ美味しい。全然美味しい。それではまた会いましょう。さよなら。です。はい、もう何回目か分かりませんが、ご飯です。
飯は外れです。美味しくないです。ちょっとも美味しくない。
うまいですね。この、この前さっき食ったあのよくわかんないチャーハンやつ、めっちゃ美味しいですね。まああのこういうのに言ってないんですけど、マジで中国人ピーチ食わせてくださいですよ。日本のあの分かる人がいなくてよかったなって。で何回も中国で喋しか聞かれないって知らねえって。まあ、ピーチ食わせてくださいから、ちゃんと、はい。喋ってても何も違和感がない。日本の飛行機はみんな黙ってるから、あれですけど、でもやっぱ食べないのですね。僕あの椎茸嫌いなんで、ちょっと謎のマッシュルームは食えないです。目がくらみ、ぼれっとしたことが、この中国系の飛行機を取って、まあ、散々です。今回は YouTube 的にはめちゃめちゃ面白いと思いますけど、俺的にはもうめんどくさい、しんどいしんどい、こんなの。美味しいですよね、意外と。超美味しいですね。
そうそう、12時間のフライト、結構な人が南アフリカに来るんですね、中国の方ね。分かってくるんで、やっぱバターとしてはいいのかもしれないですね。あ、用事が、この大事な用事が、じゃあちょっと試してみます。これすいませんかな、これ順当に追加なんですよ。もう一個多分メロンなんですけど、メロン嫌いなんですよね。行ってみましょうか。あ、メロンだ。やっぱメロンだ。いかなと思ったんですけど、メロンです。なんかボスカブのメロンです。なかなか食文化の違いは、なかなかきついですね。日本が飯一番うまい。はい。というわけで、機内食シリーズ。中国国際航空、深セン、ヨハネスブルグ間の朝食でございました。まあ星一つかな、 1.5 くらいかな。このパートは美味しいです。このパートこいつはね、ちょっとねドレッシングにはちょっと出さないね。それではまた会いましょう。ワンちゃんでした。もうすぐだよ。もうすぐ着くよ。じゃあね。